お疲れ様です。下半身って本当に痩せにくいですよね。そこで今日は寝ながら下半身をスッキリさせましょう。パーソナルトレーナーの石島です。両足を伸ばします。右足のかかとをお尻の下に入れ込みます。そのままゆっくり上半身を後ろに倒しましょう。無理のない姿勢で30秒キープ。前ももが伸びているのを意識しましょう。反対側もしましょう。もしもできたら上半身を床にくっつけてみましょう。腰が痛い方は無理をしないようにしましょう。次に太ももの内側を鍛えましょう。足を90度に曲げます。かかとを床につけたまま膝をパタパタと開け閉じをします。これを15回頑張りましょう。足を閉じるときに内ももでぐっと閉じるイメージです。効いているかわからない方は効かせたい部分、今回は内ももに手を当ててみましょう。かかとが浮かないように気をつけましょう。慣れたら1セット30回を目指しましょう。最後にもう一度太ももの内側を鍛えましょう。意識をしないと使わないパーツなので頑張って引き締めましょう。仰向けに寝ましょう。両足をまっすぐ上げます。両足をできるだけ大きく開きます。ゆっくり両足を閉じましょう。これを15回繰り返します。両足は太ももに効いているなと思う位置まで開きましょう。反動をつけずに内ももの筋肉を意識しながら足を閉じるのが大切です。この動きも内ももに手を当ててみるといいですよ。慣れてきたら1セット30回を目指しましょう。
れ様でした。どうでしたか？お疲れ様でした。なんかこうじわじわと効いてきてる感じがしましたね。今回のストレッチのポイント教えていただけますか？はい、今回動かした下半身には体の中でも大きな筋肉があります。でここをストレッチやトレーニングをすると下半身痩せの効果もありますし、基礎代謝が上がって痩せやすくなります。タオルを使ったストレッチなども紹介しているので、自分に合った動画を探してチャレンジしてみてくださいね。わかりました。ありがとうございます。このチャンネルでは他にも代謝をアップするストレッチも紹介しています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。石島さん、今日はありがとうございました。それではお疲れ様でした。